はい、えー。今回はですね、ステレススーツについて解説したいと思います。はい。ステレススーツなんですけども、まずはちょっとこちらの映像をご覧ください。はい。何やらですね、赤い物体っていうか、赤い服を着たですね、男性がこちらに向かって歩いてきてます。はい。これがですね、実はステレススーツの種明かしというふうになってるんですけども、さあどういうふうになってるか、ちょっと確認していきましょう。まずですね、こちらの方ですね、ご覧いただくと、 はい、えー、キーイングでですね、この赤い部分の、はい、この部分ですね、赤い部分のところを抜きます。そうするとですね、まあ赤い部分がこのように透明になるんですけども、えー、今度はですね、別のカメラで捉えました、はい、このような形のですね、全くこの赤いスーツですね、スーツを着ていない方の映像を下に並べておきます。 さあ、そうしておきますと、今透明な部分とちょうど重なって合成されると思うんですが、ちょっとこれだとなんか透明がなんかかかってて分かりにくいとは思うんですけども、さあ、今度はですね、これにもう一個別の背景を作ります。これはですね、もうほんと全然関係ない背景で構わないんですが、はい、これをですね、ちょうど一番下に置きます。そして真ん中のレイヤーに来ましたら、今度はエフェクトからですね、シュミュレーションのコースティックというのを選択してあげてください。 はい、えー、コースティックをですね、選択しますと、はい、今このような形で、なんかこう、もわーんとしたものが動いてるんですが、ここからですね、この水面の部分を先ほど配置した背景の木のところに設定します。そして値を調整しますと、はい、このような形でですね、先ほど、えー、置きました背景の木をですね、参照しながら、こういった歪みの空間を作ることができるわけです。 はい。さらにですね、えー、ここの方でですね、えー、エフェクトなんですけども、はい、コースティックのところからですね、はい、えー、波形の高さとスムージング、これに対してですね、えー、ウィグラーなどを、えー、適用しますと、えー、こう、スーツがですね、略動しているような、波打つような、えー、そういった効果を上げることができます。その他ですね、えー、ステルス犬やステルスカー、 そして、ステルスタワーなども作れますので、ぜひお試しください。